さんおはようございます。ありがうございます。先週は辛いお話をあのシェアさせていただきまして本当にありがとうございます。もう私も一緒になって、はい、もう辛くなりましたけれども、はい、あの、うん、それでまあ日本へ帰られて、はい、その後しばらくしてからどういうきっかけでアメリカの方へ行こうっていう気持ちになられたんですか。はい。あの先週もおっしゃったようにあの僕あの。 カルテ道具としてあの大学のカルテ道具として海外に行く機会が増えましてというのもあの僕があの幼い頃は、まあ、両親があのお金を持ってる方ではなかったのであんまり外に海外には一度も行ったことがなくてでそれでまあ僕もあのあの小学校中学校高校とあの英語なんていらないだろうって日本でずっと。<laughs> もうクラスからか日本なんで空手だけを頑張って、はい、でもう勉強はいいと言って英語も全然勉強しなくて、うん、日本語さえあれば十分と、はい、で大学の空手部に入って、うん、それであの海外に行く機会が増えたんですけどもその時にあの一緒に練習したりとかするじゃないですかその時にあのお互いテクニックとかやることは分かってるので、まあ、言葉がなくても通じるんですけども、ね、でもその時に思ったのが。 言葉があればもっと学べることが多かったんじゃないかなっていうのでその時にあっ漠然と英語を学びたいなっていうふうに思いまして、うん、でそれでもその時はまだあの警察になるっていう夢があったので警察になろうかなと思ったんですけども、うん、僕が大学の3回生の終わりですかねその時にアメリカに来た時に、えー、その大学の監督木島監督にあの アメリカに行きたいですっていうふうにあの相談させていただいたんですけどもその時に木島監督にあの今尾さんと山崎先生を紹介していただいてでそのつながりで、はい、そのアメリカにいらした時の,そのあアメリカに行たここで暮らしてみたいってそのきっかけっていうんですか、はい、は何でしょう初めてですよねねねその時はは、ね、アメリカは、ねはいはい 何がそんなに井上さんにとって魅力的な。もうとにかく何ですかね新しいことを学びたいっていうのととにかくあの日本でだったら日本の常識があってで、まあ、日本の考え方とかそ,れそこでもう日本人目線で物事を見るじゃないですか。で,で海外に出た時に全然かみんな考え方が違くて。 でそれが僕らにとっては常識的じゃないこともあっちにとっては常識的だったりとかで新鮮で、うん、あこういうことなんだと思ってもっと海外もう地球に生まれた限りりんかもういろんな人となんか喋りたいなとかって思って <laughs> で,、ねうん、でアメリカに来て一番今楽しいのは僕は社会が好きで教員の免許を持ってるんですよ。で中学校と高校の教員を持っていて社会の。で 歴史がとても好きで,でアメリカ人の友達と歴史の話をしたりするんですよ。うん、でっていうのも日本が教え政府が教えてるあの歴史とアメリカが教えてる歴史って結構違うんですよ。ですかでお互いそのこういうふうに学んだこういうふうに学んだっていうのをお互い言い合うとすごいその違いっていうかが見えてきて。でそこで そのお互いをなんかけなすとかそれは違うあれは違うって言うんじゃなくてそこの違いを喋ってあそうなんだみたいなあこうなんだみたいな。でやっぱり日本にいたら政府が言ってることとか学校に学んだこと,学んだことが全て正しいと思うじゃないですかもうみんながみんな。でもそれって違うんだなっていうので外に出て改めて知って、まあ、それが正しいのか正しくないのか分からないですけども。 外ではこういうふうに教えてるんだっていういろんなことがもうあって、まあ、それが今一歴史というものっていうのはまあ書く人によってその見方考え方も違ってきます、はい、もう本当に誰が正しいとか誰が正しくないんじゃなくてもうその時そういうふうにしかなかったっていう事実ですよね。はいはい であっち側とこっち側の意見の違いが当たり前ですけれども、はい、やっぱりこうけなしあったりじゃなくて、お互いになぜそういう見方、そういう認識があるかということをお互いに学べばいいんじゃないかと、はい、まあ私も思いますけど、ねはい、井上さんどうですか？いやもうその通りだと思います。うん、お互いにその,あの違いをあの理解しながら、うん、お互いの歴史を理解しながらもう、まあ、仲良くしていったらなという。うん そういうアメリカ人の友達たくさん作れましたかはいもう、まあ、空手の友達が多いんですけども、はい、みんなとても僕によくしてくれて<ー>で一緒に飲みに行ったりとか空手の練習も昨日も練習もして、はい、空手アメリカで空手を習おうとてしてる人たちはやっぱり空手って日本から来てるものですから、はい、やっぱり日本が好きでなければそうですね入っていくはずないんですよね、はい。やっぱり日本の文化とか、うん カルチャーですかね。うそういうのもめ、もうみんな好きで、で僕の友達とかはやっぱり服とかが好きなんですよ。服で洋服です。洋服です。はい。<ー>洋服とかで日本のものってやっぱり質が高いので、はい。でそういったもので話がこういろいろしたりとか。アメリカ人が服に興味があるんですか。ええ、はい。まあ井上さんの年代の家で,、はい、で漫画とかアニメとかそんなじゃなくて。生徒僕はあんまり興味はないんですけども、やっぱり生徒が、うん その漫画とかアニメとかに興味あったりとかしてそういうので空手を始めるきっかけになったりとかそうですかお話を伺ってますと井上さん本当にまさしく民間大使みたいなものですよねいいす日本を代表してある意味では日本を代表してアメリカ人と接してて、はい、そのうまく2つの国のまあ架け橋みたいなものをしてらっしゃるようなね。はい、うん 難しいところはやっぱりありますかそうこうしているうちもういらっしゃる2年になります,す、ね、2>, 2年ちょうど2年ぐらいですね一番楽しい時じゃないんですか一番楽しい時であり <laughs> <い>大変な時ですねもう今は就職もやっぱりあるので<ー>その辺で今最初はアメリカ来た時は日本で帰って就職するっていうふうに決めてきたんですけども、うん、こっちに帰ってきていろいろな人のお世話になってでで今はあの 考え方が変わりましてこっちで就職してそういうふうなお世話になった方々に恩返しをしながらあの空手も教えてこっちで仕事をしていきたいなっていう方に変わっていって、うん、で今はあの就職活動をしてそうですかぜひ頑張っていただきたいですね。ね、はい、そして本当にさっき 先ほどおっしゃられたように、まあ日本人の心、日本の文化、日本の歴史すべてを毎日のこのアメリカでの生活の中で、はい、アメリカ人に対して何とか伝えていけたらなってやっぱりそういう方面頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。コマーシャルの後またよろしくお願いします。はい、ます井上さん、2020年東京、はい、っていうことで、はい、空手の 試合の項目が初めて入ることになりますかああ今あの空手界全体で、はい、その2020年のオリンピックに向けて空手をオリンピックの正式競技に入れるっていうことで今みんな必しでやってるんですけどもそこであの9月にまたアメリカであの LA の方でプロモーション活動があって<ー>日本人のあのいる有名な選手が,選手が来て,て。頑張って頑張って。 はい、で僕もその時にあのできたらあのお手伝いできたらなというふうに思ってそう、はい、それはそれはあの今までなかかったんでですかオリンピックの中に今まではなかったですねどうしてもあの空手はあのいろんな種類があって分裂とかいろいろなスタイルがあってどうしても一つで 1一つのルールでオリンピックに持っていくっていうのはどうしても難しかったものですからで今はあのオリンピックの正式項目に向けて1つとなってで今みんなあの入れよう入れようっていうふうになって。 正統まあ正統派といったら他のあれには申し訳ないけど、はい、要するにこれが日本の古来からの空手であるっていうことでオリンピックに出るわけですね。はい、そうですね。で、あのアメリカでもあちこちいろんな空手空手という教室とかなんかあの、はい、ありますよね。はいはい、やっぱりそれぞれ流派っていうのがあるんですかお茶とかお花みたいに。そうですね。流派があって、うん、で大きく分けて豪州、えー、流。 小桃流小桃寛流とあと首藤流と和道流っていうのがありましてでそこが一つとなってえ日本カテド連盟っていうのが一番トップにあるんですけどもでそこの団体が協力し合ってはいそうすると他の今さっきおっしゃられた他の流派の人たちは自分がこの 2020のオリンピックのあれに入れないということになるわけですか。一応あのルールとしてあの自分そのルールとして自分のスキルがあって予選に出て勝てば出れるんだと思いますけど、あどどまあその辺またいろいろ難しいですね。うそうですね。うん、柔道なんかやっぱりありますかそういう意味では。柔道はまああのルールが統一されて<ー>でやっぱりそう,そう柔道もあのルールもやっぱりあの 変わってきてき昔だと一本だけとかもっと大胆にありましたあったんですけども、ねはい、今はもうルールも細かくなって本当にあれです、ね、海外寄りじゃないですけども,にもに今までは日本人はものすごく柔道が占めてたんですけどもそうそうすごかったんですけど今までも強いですけどもやっぱりルールが細かくなってってやっぱりどうしても。 厳しい戦いになったりもできてますよね。じゃあ空手は今のところまだまだ日本人が日本チーム、日本勢が主となって、はい。そうですね。強いですね。僕はもうあの大学の時に怪我をして、あら、はい、三年目で怪我をしてそこから一応外れたんですけどもリハビリ。あ膝の靭帯を。ああそうそれは痛い。はい。で。 もうトップの,あの今のナショナルチーム日本のナショナルチームの先輩もいるんですけどもはもうすごいですもう本当に僕の手の届かないようなところに近畿大学もうはいの先輩も何人か入ってます、うんうん、じゃあ今度の2020オリンピックの時あの近畿大学のどなたかあもう出ると思うそれは間違いなく生徒が 後輩とかがそうですか、はい、まあそれであの井上さんはアメリカにいらしてて自分が教えたまあこんなちっちゃい子供たちからもう夢があって頑張れって感じで日本へ送っていけるとそうですね嬉しいですよね。またそれがお世話になった先生方の恩返しにもなりますしう、はい、そういう可能性のある子いらっしゃいますかはい それはもうすごい何歳ぐらいですか今今は15歳とか16歳ぐらいのあじゃあちょうどいいですねそうですかその子らがあのオリンピックに向けて今後もトレーニングを続けてやってほしいなと思いますけどでもアメリカで難しいのはカラテはメーあの日本メジャーじゃないんですよなのでどうしてもやっぱりあの続けることが難しくてやっぱり教育のスタイルが違うじゃないですか なんでどうしても勉強が忙しくなって<ー>で日本だと空手を頑張れば奨学金だったりとかお金の面ですすか、はい、反対です私はまたアメリカの方がすごいアス,アスリートに対してお金出してるの、はい、日本は出さないかと思ったら<え>そうじゃないあのアメリカは多分バスケットボールとかアメリカンフットボールだとそういう支援がメジャースポーツあると思うんですけど,けど<あ>空手の場合はない世界とか行けば かけるんだとは思うんですけどもそのお,金お金の面ではやっぱり援助っていうのは難しくてで日本はそうですねあの特待とか授業料免除だったりとか<ー>そういうのがあるのでやっぱりそれなりに頑張りますよねそういう免除があるとでもアメリカだとないのでどうしても続けることが厳しいそうなの何何を目的として続けるのかっていう面でやっぱり難しいですよね。 はい、その勉強を犠牲にして空手をつ続けられるかっていったらそこはもっと難しいですよねじゃあやっぱり空手とか柔道とか、まあ、日本の古,古来の伝統のこういうの文化とかそういうスポーツには日本の政府とか日本側はそれなりに応援のお金は出しますけれども反対にこのアメリカの場合はあんまり関係ないから。 マイナーになってしまうわけですねそうですねでも他の国を見てみますと特にヨーロッパなんかは国で支援してるんですよ。うん、もう国でオリンピックの選手ぐらいの扱いで空手の選手をあの扱っているので勝てば例えばある国ですと家がもらえたりとか<ー>車がもらえたりって言<ー>ってそういう国はやっぱり強いですそうなのって言ったらやっぱりそのお金の分だけ頑張るじゃないですか。でもやっぱりアメリカはその分まだまだだ いやー井上さん日本を変える暇ありませんよ <laughs> 一生懸命アメリカの社会にか、はい、もしくは国にこう、はい、ロビー活動しないとでですねそうですねねそうアメリカでも,もしオリンピック競技に入ればアメリカでもっと競技人口も増えると思いますし、うん、あとはやっぱり何ですかねいろんなあのスポーツからアスリートが流れてくると思うんですよ。例えばトップに行けなくてもその下でもすごいレベルじゃないですか。例えばバスケット フットボールだったら NBA とかそういうトップでやっててそのしちょっと下でも出れなくてもすごいじゃないですか大きくて身体能力があってあ。ベンチにす、はい、す座ってる人たちね、はい、とかちょっと怪我して引退させようないそういう人らがいっぱい流れてくると思うんですよカルにオリンピック、うん、ここがただオリンピックに出,出たいっていう人もいっぱいいるじゃないですかそういう人らが流れてきた時にちゃんと指導してあげれる指導者がいたらもうものすごいアメリカは強くなると思います。 そのののお金の支援とかがないのでやっぱりお金,のお金を持ってる人しか試合に出れなかったりとかこの間もあのフロリダでナショナル大会があったんですけどもそのやっぱりカリフォルニアからフロリダに行くってのものすごいお金かかるじゃないですか。 だから強くてもお金がなかったらいけないんですよ残念ですね、はい、予選にすら出れないという状況なんですそうなの、はい、いやそれは在米の日本企業に頑張っていただかないとね <laughs> 企業さんお金持ってるでしょうから、ね、<laughs> 支援いただければ、ね、ですよねいや井上さん頑張ってください、はい、もうやることいっぱいありますでしょうしはい、ね あのまだ若いだから本当に日本のために、はい、ぜひ頑張ってください。はい、東松島市のためにも、はい、ぜひ頑張ってくださいね。2>, はいはい、2週間渡って素敵な素晴らしいお話本当にありがとうございました。い